はい、皆様こんにちは、リヒトドンケルハイトでございます。今回はリクに答えて単発実況プレイ戦国バサラ3宴と題しまして、久しぶりにちょっと単発の方でリクエスト紹介していきたいと思います。リクエストしてくださいましたのはやたかなライト様です。リクエストありがとうございます。リクエストの内容は島津義弘で難易度はバサラ、あとは何でも OK とのことです。どうしようって思いましたとりあえず島津の実態で難易度バサラで何かやれってことなんで、で何をしようかなって思ったんですけど、まあそれはこれから説明をいたします。島津の実じゃあ57ダイルパスは大丈夫かな。はい、まあ、何でも OK ということなんで、天下統一も以前にやったことがあるので、まあ今回は自由合戦しようかなということなんですけども、で何をしようかなといろいろ考えた結果、まあ島津のじっちゃんは忠勝となんか因縁があるから忠勝とこ行くかな、いやきついやなって考えた結果、ふと、思いついたのがこちら、武田道場に行ってみようかなと思います。暑苦しい対決してみようじゃねえかという、ただそれだけです。その難易度じゃない、特別恩賞はどうこうとかは一切考えておりません。多分無理です。スピードが命なので。なので、妖刀やる余裕はなさそう。防御と、そうだな、何がいいかな。何が、まあ、攻撃力を上げるとかか、体力上げておくとかでもいいけど、まあ、攻撃力上げておくか。で、あ、これ空前絶後な。空前絶後は本当に空前絶後なんだけど、ただ他がな、場所が狭い以上、空前絶後以外、使う余裕あるかな。結構スーパーアーマーつくから、割とできんことはないけど、ただ事故ると思う。ただ、どれも事故りそうなんですよね。攻撃範囲広がるのはすごいいいんだけど、これやってみようか。まあ、とりあえずいろいろやってみて、まあ、やり直しする可能性はあるということで。ちょっと待ってな。ブルーンでしょ？飛び込み叩きつけ攻撃。勝つはそんなにダメージがないんで、煉獄、OK。仲間はどうしましょう？何にも考えておりません。誘爆。あえて忠勝を連れていくという暴挙に出る。邪魔そうだけどな。ブーストでいいでしょう。本当はドライブの方がいいっていう話も聞きますが、はい、専用装具は怖いのでやめておきましょう。はい、復活武田道場ということで、これ忠勝を連れていくのが初めてなので、圧がどうなるかな。圧がすごーい。己高めんと望むもよ。そんなお主のためにこの道場がある。さすが若いの虎。若きの育ても抜かりなか。またになっちゃうよ。お国に帰ったら道場は建てかねえ。おお、いいじゃん。ちゃんといいセリフが出たよ。まあ千人斬りをするのがいいんですけど、まあそんな余裕はないと思うので。一騎当選の男となれ。ほひょい。結構この時点でお苦労する気がする。ダメージがあんまりない。ガムシャラは今だけじゃ。重々を大切にせんねん。100人斬りすらいけるかが怪しいのこれ。いい。お主なんやかんやで、こう、なんだろ、これをつけた状態で比較連打が安定な気がするが、形はそれがしか。何かなわすと、また会える。人がいないんだが、94 96 97、あれもうあと3人どこいた。あ、いた。99 100。追い込まれてこそ生えるが進化よ。あ、間違えました。一歩ずつでよい。堅実に進むのじゃ。よいしょ。バサラゲージをもらっといて。おひょい。おいっちゃい。
クイッシャイニー早く、あー、シャーフトだ、怖いよー、踏み木連なれ、鬼色の石、オッケー、どんどんどん、ただ勝つも頑張ってもろって、どんどんどん、よいしょ、これ多分200人じゃ間に、あ、痛いです、やめて入れなきゃ、はいはい、念のため回復を、この間、オッケー、なんか死ぬ、なんか痛い、なんか食らった、なんか食らった、嘘でしょ、死ぬ、わしの試練、見事超えてみせよ。回復け頼んだぞ若者回復痛いどうしようどうしようオーライおいしょい2秒プラス続けてもらって終わったわプラス続けてと言った瞬間に終わったわオーライあ、回復いけおいいナイス田中さんも頑張ってー俺式で位置は上がらんか崩される曲がりではなしと死滅がよか一発目が当たんないとねじっちゃんと結構隙が出ちゃうから痛いあ危ないよ危ない田中さんも頑張ってもらってこの上もなくヨガ修行ねとりあえずこのままとこうかなやべほいほいしょい多分これ300人倒さないと次いけないんだよなたぶんだけどちょっと間に合うかどうかが怪しいって怪しい田勝助けて田勝助けて死ぬ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 難易度バサだから地味に食らっている。いける戦国なり。あブライ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 。シル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 。難易度バサだからモブのダメージがマジでいけ。無人のシル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 。間に合った間に合ったけどシル。危ない危ない危ない。危ねえ危ねえ。危ねえ死の淵を死ぬ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 足を組み外すでないぞ何怖いよ足負けは時の運ということもある死ぬよ死ぬ死ぬ死ぬえこれ待ってここあここまでなんだそんな迷いよ、ま、うわさらにやらなきゃいけなかったのかマジかわしは戻ってきた500人は厳いよむしろ耐えたよ300人ここに戻ってきたぞあはい誰が投げたんだよリンカザーン不死身の虎わしが武田信玄じゃはいやつぶしです時間的には割とちょうどいいんだけどね長くもなく短くもなくって感じだしなんかやってるあ、風お主の意志おおおおやですやめていただきたい勝利までもぎ取ってみせい、うん、今も昔も変わらんのははい酒の味くらいじゃおまはんは鍛えるもおいは示すものただまあ怖いのがおいしいおいしいお主の腕がどれほどなのかまあですよねこのわしが試してやろういやーまじ今んとこはメテオがメテオがメテオも来るし皆の100人であ何かと思ったら君か、はい、病は完全に癒えておる加減など無用じゃ神代か勝負は髪の毛一本分それぐらいの作用まずい影だあんダメうめき連なれ鬼色の石よかねえ
逃れたのか。とりあえず苦痛か。それも生きておればこそ。ただかつーただかつーちゃんと戻ってきよったわ。鬼の名におじけるでねえど、所詮滝の音じゃ。危な、こっち来ないで。これよ、早く出しなさい悔やみなき一刀。なんでだよ。やばいやばいやばい、僕だよな。あ、でも途中止まった。何、わしは死んだはずじゃ。ヒラ、山のごとくだから大丈夫。若者、人を勝手に殺すでないわ。恐れるのは死じゃなか、残せぬことよ。山のごとく、あの小僧も連れてくべきだったかね。あ、そう、オッケー。あー、でも戦ってやば。オッケーです。当たってないんかい。あー、まず噛み合えたから大丈夫。うん、肩鳴らし程度にはなったか。天神知事よ、おいの願いは聞き届け。おいの身が暦最後の鬼とならんかと。マジ2回目。ここは集中戦闘、一つや二つ外しかねんど。いいか、あぶれ。お主、わしが死んだと聞かされたか。さてはサスケ、あやつの仕業か。風が、勝負は火がやらなきゃ。火じゃない、オッケー。それぐらいの作用。怖え。いや、ちょっと怖いな。いや、これ山だから大丈夫。おいがおらねど若きは育つ。あ、これ来る来るね。足がもつれるとはいつぶりかね。おいたりとはいえ虎じゃ。おくれなど虎。いけるか。いたー。危ねー危ねー。あー、怖かった。お酒がうまいです。その力にて明日の世を支えよ。ふう吹いてるから飲んでねえな、これ。あー、怖かった。おいは心より待つ。おいというくさびが砕かれる日を。はい、まあ、というわけでアクティビティ対決みたいな感じでやってみましたが、いかがだったでしょうか。ギリギリだったね。さすが難易度バサーだから、一撃一撃が痛えのよ、マジで。耐えたー、ギリ耐えたー。ということで、はい、こんな感じでやってみましたが、いかがだったでしょうか。ということで、はーい、まあまあまあ、さすがにね、なかなか難しかったということで、認定はっていうか、じっちゃんの武器がさ、あの、あと2つさ、ついてほしいんだけどさ、って感じなんですけど。いやー、これね、いわゆる千人切りまで やらないとこの2つね、ゲットできないんでね。はい。まあまあ、でも頑張った。生き残れたからよしというところで。はーい。ご視聴ありがとうございました。